眼科医の平松です。今日は緑内障の視野どんぐらい悪くなると日常生活不自由なんでしょうかということについてお話しようと思います。いただいた質問です。先生、先生質問です。はい。生活に支障が出てくる MD 値知りたいです。ネットで調べると MD 値が20超えたあたりから支障出るってことですけど本当ですか？それとも個人差が激しいんでしょうか？個人差は激しいです。なのでいくつでも支障出る人もいますし、そうでもない人もいますと。ただ一方でやっぱりおっしゃる通り20ぐらいが一つの指標になります。 MD 30ぐらいがもうほぼほぼ30度の範囲が全然見えないね。20ぐらいになってくるとまあ要は3分の2ぐらい見えなくなってくるわけで、これに日常生活すごい大きい影響が出てくるって感じですね。ただ、日常生活にもよるんですよ。で、視野のかけ方、上側の視野がかける場合ってあんまり不自由感じないんですよ。下側の視野がかける場合すごい不自由感じるんですよ。なんでか、本読むときって下じゃないですか。だいたい下向くんですよ。上の視野が欠けてね、困るって人はね、僕の経験上多いのが自動車整備工の人、自動車整備する人ってこうやって上やるんですよ。あとは建築関係の人、建築関係の人も上でやることもあるので、だいたいですね、視野が上かけて困るなっておっしゃる方はその2つの職業が僕的には多いですかね。他の人は大抵下の視野がかければ困るっていう感じってあると思います。なので視野のかけ方、そしてあなたの状態、日常生活にもって変わってきますので、あくまで参考として20っていうのは一つの指標と思っていただけるといいと思います。まあ、こんな感じのちょっとした疑問質問をお答えしていきますんで、チャンネル登録してベルマーク押しとかないと答えたの分かんないので、でコメント欄にコメント書いてくだされば幸いです。お願いします。